こんにちは、ヒカックゲームです。今日もですね、ウィリアプリ2023市場をやっていきたいなと思います。本日はですね、これは神ガチャバイエルンクラブセレクションのメンバー比較やっていきたいなと思っております。はい、これですね、ガチャ引く前に僕動画撮影してるので、はい、この後ガチャ引いて発狂してくる予定なんですけど、このガチャマジで基本的に誰が出ても当たりです。はい、本当にですね、まあ先に言っちゃうと今回全員 A プラ評価にしたんですけど、本当にですね、誰が出ても遜色なくて被らなければ OK なので、はい、そんな感じで見ていただきたいなと思っております。一応評価としては5段階でやっていて、それぞれの評価としてはこんな感じなんですけど、さっきも言ったように基本的に A プラ評価なので、はい、あとは本当好みの部類ですね。はい、好みとか被りによって変わってきますので、そんな感じで見ていただきたいなと思います。ということで早速いきましょう。 Let's go。はい、今回ですね、 A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手、ライバープレート C でも使いたい選手ということで、一発目ノイヤー選手ですね。いやー、来ましたね。前回よりも強化されてハイパーノイヤーということで、もう強化すごいシンプルですよね。わかりやすくてすげえいいなと思ったんですけど、レベルの総合値もですね、大台の95まで乗ってきましたね。で、まあ身長、能力、コーンスキル、すべてがハイレベルの選手かなと思ってて、まあもちろん全カンストとかコーン8ではないので、ぶっ壊れかって言われるとまあまあまあって感じですけど、基本的にはですね、最強クラスといって問題ないですね。はい、で以前のですね、ノイヤーと比較していくと、まず見てアイコン、これ間違い探しかな、サイゼリアにある間違い探し並みにちょっと難しい間違い探しなんですけど、はい、アイコンほぼ変わらず、キャッチングがですね、シンプルに上がってるので、今回が最強ノイヤーでいいと思いますね。なので被ったら乗り換え安定です。ということで次行きましょう。はい、次もですね、 A プラ評価、パバール選手ですね。この選手ですね、今後の一つの理由として A 評価に落とそうかなって考えたんですが、いや強いんだよね、パバール。なのでちょっと落とせなかった、ごめん。で、今回かなり気持ちいい強化されていて、特に上がっているのがアグレッシブネスですね。ここがプラス5されているので、まあ一番アグレッシブなパバールが誕生しましたね。はい、で能力で言うとですね、ディフェンス能力すべて90乗せつつ、スピシューも高いんだよね。スピシューも高くて、パスやフィジカル面も普通にハイレベルなので、いやー、欠点という欠点がなく、すべてがハイレベルっていう印象ですね。まあレフトサイドバックつければ両サイドバックできるようになりますし、中盤アンカーでの起用も結構いいって聞くので、ぜひですね、いろんなところ試していただきたいですね。で、あとスキル面もですね、マンマークインターセプト持ってるんですけど、例えばサイドバックで使うならピンポイントクロスだったりとか、中盤で使うならですね、ワンパとかチェイシング、このあたりつけていただけるとより恐ろしくなるのかなっていう印象ですね。最初にも言った通り、コンディション安定度5ではあるんですけど、ここの欠点をマイナスしてもあまりある魅力だと思ったので、はい、今回はエプラにさせていただきました。で、以前のですね、パバールと比較していくと、使用感としてはほぼ変わらないのかな。ディフェンスエースが下がってアグレッシブネスが上がっているので、基本はどっちの特徴が好みかで考えていただければいいかなと思います。僕がどっちか選べって言われたら、多分前回選ぶとは思いますけどね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じくディフェンスからキミッヒ選手ですね。いやー、もうキミッヒ、ガチスカのライズサイドバックは君に決めたって感じなんですけど、はい、この選手能力値見ていただくとですね、まずは無尽蔵なスタミナね。今回カンストしていて、そのスタミナに加えてサイドバックとして必要な能力っていうのは基本的に全て高いですよね。はい、特にですね、パス系が共に90を持ってるっていうのは結構珍しいので、はい、ここはシンプルにすごいかなと思います。スキルもですね、まあインターセプト持っていて、さらにですね、パス系スキルが多いので、やっぱりこの能力値とスキル考えると、パスの精度っていうのはすごく高いかなと思います。僕はですね、前回キミキ当てていて、右サイドバックで使うこと多いんですけど、中盤とかでもオンラインでちょいちょい見る気がしますね。はい、まあ今後もね、7ありますし、適性も広いこと考えると、まあ安定してガチスカ採用できるかなっていうところですね。まあ気になるとすれば、フィジコンとアグレッシブネスが80以下なので、まあここ気にする方はちょっとあれですけど、まあそれ以外はハイレベルですよね。はい、で以前のですね、キミヒと比較していくと、今回もスタミナ最強ですね。フライパス下がってスタミナが上がっていて、まあでも前回持ってるなら前回の方がいいかな。スタミナはもともと高いので、フライパスが95乗ってる方がどっちかというといいかなってところですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、アラバ選手ですね。代表 FP 以来の登場ということで、 CS としては初登場ですね、アラマということで。てか見ていただきたいんですけど、このドリブルパススピード、なんかこれ見た時、あれフォワードかなって思いますよね。はい、でも登録はレフトサイドバックということで、もう超攻撃的なサイドバックですね。でスキルもですね、守備系は一切なくて、シュート&パス系が豊富に持つということで、まあこの辺ちょっと好みは分かれると思うんですけど、圧倒的な特徴はありますし、適性とか混乱を考えると、いやーこれは相当強いと思ってますね。はい、で気になるのはキミヒキと同じくですね、フィジカルとアグレッシブネスのところで、まあここはですね、ちょっと気になる方は気になるかなっていうところですね。でプレスタル比較していくとですね、実はパス系がこのメンツの中でのトップクラスで、両方90乗ってるのはかなり珍しいですね。でディフェンス系もですね、改めてこうやって見るとそんなに悪くなくて、いやあらばいいなって思いましたね。プレースタイル比較して改めて見えるところもありますよね。であとはですね、長所のところで全てフルマックスのサイドバックってかなり珍しいので、こういったところも
ですね地味に効いてくるので、はい、アラバはやっぱり優秀なのかなと思いましたね。で以前のですねアラバと比較していくと、前回がですね代表 FP なので習慣なんですよね。さすがに前回のが強いかな。ただですねディエンス名は今回のが良かったりするので、うん、どうだろうな、ディエンス系を重視するなら今回を使うっていうのもありだと思いますね。まあでもね今回使うにしても守備アラバと攻撃アラバみたいな感じで2人取っておくのもありだと思いますので、はい、そんな感じで考えてみてください。ということで次行きましょう。はい、次はですねコマン選手ですね。今回のガチャで唯一の初登場選手ということで、いやコマン来てくれたのはめっちゃいいですね。まあスピードはですね見たら分かる通りアタオカなんですけど、ドリブル面も普通に高いので、これでスパサブ持ちだったら十分強いと思いますね。はい、まあ個人的にはもうちょっとオフェンスです決定力あればよかったんですけど、まあスパサブにすればですね決定力も90乗ってきますし、まあまあまあ悪くないと思いますね。で一応スパサブで言うと今回もですね仮の能力値であるんですけど、こんな感じで出してみました。ドリブル系がですねだいぶハイレベルになりますし、さっき言った通りですね決定力あたりも90乗ってきますので、この状態のコマンはマジで止められないんじゃないかな。まあこのあたりを考えるとですね考案後ではあるんですけど、まあ基本的にはスパサブ前提の起用になると思いますし、はい、まあ間違いなく強いかなと思います。ということで次行きましょう。にゃぶりにゃぶりにゃぶりということで、にゃぶり選手ですね。いやこの選手も強化度えげつないっすね。特にドリブルがプラス7ということで今回めちゃくちゃ強くなってますね。でスピシュン&ドリブル系は圧巻の数値ですし、さらにですねグラウンダーパス88プラスワンパ持ちもいいですよね。いやこのパス系数値ってのもウィングストライカーとしては相当ハイレベルですよね。でさらに注目はですねフィジカルコンタクトのところで、85っていうのはウィングストライカーの中でもちょっと頭一つ抜けていて、フィジコンボディコン含めて簡単に倒れない強さっていうのもあるのかなと思います。いやスピードもテクニックも強さも兼ね備えてたらこれ強いですよね。で決定力がですねこちらもあとちょっと欲しかったのが本音ではあるんですけど、まあキック力が結構高いので、まあこの辺はまあまあまあって感じなのかなと思います。でちょっとマイナス面で言うと育成が15万以上経験値が必要なので、ここはちょっとお気をつけくださいっていうところですね。でプレスタイル比較していくと、いやー強いんだよな。まあこれねメルテンスとインシーネがスパサブ状態の数値ではないので、この辺ちょっと難しいところではあるんですけど、トップ数値割と多いですし、特にトップ数値の中でも瞬発、キック力、フィジコンあたりはすごく嬉しいですよね。でさらにですね地味にディフェンス能力も高めなので、はい、この辺もまあ魅力になりそうですよね。だからチューシングとかつけたら面白いと思うんですよね。で逆にですね決定力とかオフェンスセンスはちょっと低めなので、いや惜しかったな、ここがもっとね90乗ってきたりするとマジで怪物クラスだった印象ですね。で以前のですねニャブリと比較していくと、もうスピードだけは落ちてるんですけど全体的にパワーアップしてますので、まあ基本的には乗り換え安定ですよね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね安心安全のコウチーノ選手ですね。いや見るたびに思うんですけど、ドリブル係数値が圧倒的すぎるんですよね。でそしてこのパスね、いや今回グラウンダーパスがトップ強化されてるので、めちゃめちゃパス数値高くなってるんですよね。さらにですねワンタッチパスも持ってますので、はい、もう素晴らしいですね。でこちらもね、いや決定力ちょっと残念な選手多いんだよな、バイエルンね。決定力がちょっと低いのが残念ではあるんですが、キック力が高いのとコントロールカーブとかカーブ数値も高いので、まあ得点能力は普通にありそうだなっていう印象はありますけどね。で以前のですねコウチーニョと比較していくと、1回目の CS よりは間違いなく強くて、習慣と比較するとさすがに習慣かな、グランドパスが高いので悪くないかなと思ったんですけど、まあ決定力とフライパスが下がってるので習慣が最強、はっきり分かんだねって感じですね。はい、ということで次行きましょう。はい、最後もですね A プラ評価レバンドフスキ選手ということで、なんか久しぶりな感じしますよね。久々の登場なんですけど今作3回目ということで、いやー来ましたね、ついに決定力カンスト、習慣 FP の時と同じく決定力カンストまで持ってきましたね。なので前回 A 評価だったんですけど、まあ基準が変わったりとか、ここも評価して今回は A プラにさせていただきました。で強化度はね圧倒的にこのガチャで低いんだよな。いやこういう強化度見ちゃうと、まあ CS ちょっと悲しいなってなるんですけど、まあ元々能力値が高いですし、今言ったようにですね決定力プラス3っていうのはすごくでかいかなと思います。で能力値で言うとオフェンスセンス、決定力の高さ、そしてシュート系のスキルも豊富なので、得点能力は鬼高いですし、さらに身長だったりとか競り合いもできるので、空中戦もできるラインブレーカーっていうのは魅力的なのかなと思います。逆にですねスペシュンは共に85前後なので、まあガンガン裏抜け狙っていくっていうタイプではないですね。はい、でコンディションっていうのも7ありますし、育成も楽なので、まあぶっちゃけ当たったらレベマにしておきたい選手ですよね。はい、で以前のですねレバンドフスキと比較すると、まあ習慣より弱いけど前回の CS よりは強いって形ですね。もうなんかこういうの安定になりますよね。なんか大体前回よりは強化されていて習慣よりは弱いってパターンが多いので、てか思ったけど習慣のレビーさ、決定力もオフェンスセンスも完走してたんですね。いやこれは強いですね。はい、改めて思いましたね。はい、ということで今回ですねバイエルン CS レベマ比較一気にやらせていただきました。まあ全員 A プラということ
ということで評価的には差別化できなかったんですけど、まあ、そのぐらいいい選手が揃ってるガチャっていうのは認識していただきたいんじゃないかなと思っております。ということで今回動画以上で終わっていきたいなと思います。いいと思ったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日も動画見てくれてありがとうございました。本日の選手能力クイズはこちらになります。動画のエンディングの最後にですね答え書いてますので確認してみてください。いつも動画見てくれてありがとうございます。明日の動画でお会いしましょう。